カトゥーンの周りのメンバーも個性的だし、うん、やっぱ自分はその中で埋もれてるんじゃないか、コンプレックスはあったのかもな。え、そこ、あ、そうか。カトゥーン時代に抱えていた強烈なコンプレックスや、ジャニーズの退所、さらにタイまでの逮捕まで赤裸々に語った田口淳之介さん。カトゥーン時代の栄光をドブにしてんだよ。そんな田口さんは今年3月にプロ雀士に合格。新たな目標について語ってくれています。そして極楽とんぼ山本さんとも麻雀の場で親交があるようで。え、山本は麻雀やったことあるの、番組とか。いや、あるんですよ、それが。いや、もう1ヶ月に2回ぐらい。そうそうそう、1ヶ月番組なの。なの1回だから、そのね、リーグがあるんですよ、はい、オールスターリーグっていうのがあって、アベマの、藤田さんが、藤田社長おられて、アベマ TV になってるわけ。そう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 、今このアベマでやってるってことだ。そうそうそう、大会自体の今テレビは、コロナでちょっと中止にはなってるんですけど、その普通でやってるリーグは田口君もずっと入って、あれ一緒になったことあるの。もちろん、はい、結構あります。え、どうなの。いや、最初、いや、新しい方ですって、うん、田口くん入ってきた時に、うん、えって思ったの。嘘だろと、うん、こんなところで変な話、うん、いや、そんな強くないでしょと思ったでしょ。いや、そりゃそうよ。そうだね。まあ、あんまイメージもないですしね。そうそう、イメージ、うん、やっぱ元ジャニーズには負けませんよみたいな。いやいや、それはある、うん、それはあるけど、いや、ところがですよ、うん、もうメキメキと上手くなってたの。だってプロになるんだもん。いや、だから最初は下手だったの。下手っていうか、もちろん大好きだから、うん、麻雀に対しての思いとかそういうのはたくさんありますし、うん、それはもう打ち方はもうやっぱ綺麗なのよ。まあ、やっぱりもうこの容姿もあるし、うん、打ち方も何も、うん、作法も綺麗なの、うんうん、だけど、まあちょっとなんか雑なところはあるなって周りの評価はあったの。雑なところ。言っちゃってください、全然言っちゃってください。雑って何、どういうこと。だから打ち方がちょっとこう、あ、要するに危険杯とか顧みずにいっちゃうんですよ。あ、勝負しちゃう、勝負しちゃう。自分のところを優先にちょっと行っちゃって、それで当たられることが多いよね、うん、あそこ突っ込むことなかったよねみたいなのをいろいろ周りから聞いたりいろいろして、うんうん、俺もなるほどな、そうなんだって、俺も気をつけなきゃみたいな感じで聞いてたんだけど、うん、やっぱりもう、もう月ごとにどんどん、まあ、2回ぐらい会ってくから、うん、もうどんどん上手くなってった。山本はどうなの、見てて。山本さんは、ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。